ギルリリリリリリ、読みにくい。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回はちょっともう一回話を聞いておこうかな。転送装置は火山頂上にある塔の上、空中ライドを使っていきましょうということらしいから、とりあえず火山の頂上までは違う、火山の頂上まではルーラで飛んでいったんでいいんかな。エルピス山山頂、ほい、ルーラ一瞬で。ネクスト。あ、待って、あそこになんか宝箱あるんやけど。あ、落ちる。落ちる。よいしょ、これ取っとこう。小さなメダルを手に入れた。小さなメダルやん。じゃあ、ここから空中ライド？どこ？どこだ？あ、ここにもなんかあるんやけど。あ、これか。これだ。なるほどね。はい、オッケー。もうそろそろ物語も終わりって感じなんかな。今からコア行くんやろ。おー、向かう。え、あの女の子は来ないの？私一人ですか？そしてバーディーは、バーディーで飛んでこないんだね。ここがコアの中？うわ、なんかすごい朽ち果てた感がすごいんやけど。ここにダークマスターが、何？君は一瞬でやってこれるの？なんてマグマがしい姿。マソの汚染がこんなにも広がっているなんて。てか、マソって何なの？急ぎましょう、アイナ。このままでは取り返しがつかなくなる。忘れないで。目指すのはコアの最深部。マザールームと呼ばれている部屋よ。マザールーム。コアの最深部。何その光。部屋に着いたら、この M 抗体でマザーを汚染したマソを浄化する。でも私一人ではきっとマザールームにはたどり着けない。だから私が来いと。だからあなたが必要なの、アイナ。マザールームへの道を切り開いてほしい。それは要はマザールームまでにおるモンスターを倒せよってこと。敵にはまだダークマスターがいる。くれぐれも気をつけて、アイナ。なるほど。お、火山の探求者。灼熱の火山を旅した者に贈られる称号。銀河の有名人、シルバー称号を20個以上手に入れた者に贈られる称号。お、すごいね。あ、ちょっと待って、ルーラポイント。全然めっちゃ遠かった。ルーラポイントを起動します。ルーラの先にコア突入口が追加された。なるほど。で、なんかちょっと。138ゴールド。アイテム落ちとったわ。よーし、向かうぞー。なんかめっ、おー、上のにぶつかった。ジャンプで避けたのに。あ、しかも下の奴らまでいるし。強キメラと強スライム。マジか。ちょっと待って、スカウトしてみようっと。あー、できなかった。できなかった。じゃあ、普通に戦っていくね。特別なんだな。あ、びっくりした。今一瞬ダメージ全然与えれてないやんって思ったら、こっちにダメージが与えられてないだけか。あ、余裕だ。やべえ、余裕だ。イエーイ。強いよ。ホイミスライムもベホマスライムになったからね。おし。もう上も下も、いっぺんにやっつけてしまったわけだ、私は。この辺もモンスターとか普通に現れる。ね、これさ、いかにもじゃない？空中ライドで避けれるかな？空中ライドで上から行ったら、あ、ほらほらほら。イエイ。いやー、私頭いい。あれはモンスターだな。あ、しかもこっちに気づいた。ジャンプしてこっち来たりとかします。あ、なんか水が張ってある。これは、よし。よーし。あ、待って、今度は上。よし。こういう感じでかいくぐっていけば。お、なにここ水中ライドっすか？あ、待って。水中ライドのモンスターを使ってないのか。じゃあ、水中、ちょっと待って、水中ね。はい、この子たちだ。スライムつむり。
間違った、マリンスライムだった。めっちゃ大声で間違えた。恥ずかしい。はい、じゃあこれで。オッケー。スライムつむり。あ、スライムつむりじゃないって、マリンスライムだって。かわいい。てかこれ、行く先合ってます？私。みんななんかちょっと変な感じになっとるね。待ってね、ほわーっと。これ地図上にさ、何も現れてないんだけど大丈夫？あっち側に行ったらなんかあるかな？浮かび上がれるってことか。じゃあちょっととりあえず、向こうの方に行って、なんか超でかいものが眠ってんだけど。え、あれは？ちょっと待って。あれは、あれはちょっと、なんだろうね。触れてはいけないもののような気がする。じゃあちょっと浮き上がるよ。超怖かったよ、今。こっちか。こっち来て意味あったかな？ん？これは？同じ場所じゃないよね。同じ場所じゃね？これ。普通に同じ場所じゃね？違うか。違うのかな？もうなんか同じようなとこばっかりでさ、ああ、当たったし。全然わかんないんだけど、私の迷子力が発揮されている。やべえ、やべえ。てか、この辺のもさ、ブレイクモンスターということ？今日なんとかっていうやつ。お。いや、でもそんなに効いてない。大丈夫。イェーイ。ベホマスライムだって強いんだからね。炎系統が多い感じだね、こっちは。守りの霧。いいよ、いいよ。防御力アップいいよ。連携プレイいいよ。うるさいね。へい、ってことでもう、ちょっと空、あ、なんか落ちとる。アモールの水、あ、いいね、いいね。役に立つ。そして、なんかあの辺怪しく光っとる。別になんもないよね。86ゴールド。ん？こっちの方とか。なんか。ああ、やっぱり。待って待って待って。赤じゃないから大丈夫かなーとか思った私がバカでした。すいません。でもやっぱりああいうさ、全面的に貼られてるところを通っていかないとさ、絶対、たどり着けないんじゃないの？ね。てかあれ、入り口の方に戻っていきよったりとかせんよね。ちょっと一瞬思ったんやけどさ。めっちゃ心配なんですけど大丈夫でしょうか。ちょっととりあえずこっちで。あれは何かな？何かしらボスっぽい。避けれるかな？ちょっと、ダメだ。イベントなんだね。ギルリリリリリリ、読みにくい。こいつが中ボスか。何避けていこうとしてんだよ、てめえってなっとる。頑張ろう。今日クラーゴン。クラーゴン。もう今日とか不吉だわ。ここももう、パパパッとやっつけてしまおう。いけいけいけい。天変地。いや、そうでもなかったよ。いや、ちょっと、軍隊ガニさ、そうやって硬いからつけてんのに、さらにスカラで防御力アップとかどんだけだよ。あ、意外とやっつけれない。意外と周りも強いぞ。大丈夫か？連続攻撃はやめてください。こっちも連続攻撃をするけどやめてください。いけいけいけい。リホイミ。これで、いやーダメだ。結構みんな耐えますね。待って、びっくりした。こっちが消されたんだと思った一瞬。もうそういう勘違い多いわー、私。耐えて。大丈夫、全然余裕。いや、ちょっと、あ、大丈夫、大丈夫。うん、ちょっと今一瞬ね、伐採マシーンやばいかなと思ったけど。ベホマスライムが、回復をしてくれたから。いや、また結構、伐採マシーンやばいよ。でも意外やね、あっこが一番先に倒せるとは思わんかったんやけど。よっしゃ、いっ
ったーと軍隊ガニ、君はきっとすぐに倒せるから大丈夫だよ。さあ行け。君結構、およかった。結構耐えるね。スカラ使いまくってたからか。てか何にも喋らないんだな。ね。立ちふさがってるんならなんか一言二言あってもいいんじゃないの。何かがのしのしとやってくるんだけど、ちょっと恐ろしいから、ちょっと恐ろしいから空を飛ぼうと思うよ。これは一体どこへ向かえばいいんだろう。ああ、ちょっと待って。はいはいはい。何ここ。なんかにぶつかった。誰だ？狂キメラ。ここの子たちはみんなスカウトできない。みんな私の仲間になろうよ。絶対ね、こっちにいた方がいいよ。可愛がるのに。ちょっと半分不気味だけど。ブレイクモンスターは元に戻ることはないんだろうか。戻れんのかな？かわいそうに。よし。どっち方向？この中とか言わんよね。これは、なんすか？バチってなるんやねん、これ。お、何かしら。あのモンスターも一緒にいるんだけど。これは、マサが生み出すエネルギーで作られたバリア。壁のようなものね。周辺にあるマサの結晶を利用して、バリアを維持しているのだと思うわ。アイナ、少しこの辺りのマサの結晶を調べてみましょう。要となる高濃度のマサを帯びた結晶。それを破壊すればバリアは破れる。高濃度のマサを帯びた結晶は、リアクターを使えば判別できるはずよ。なるほど。リアクター。どこだ？なんかすごいいっぱい。そんなとこに狂キラメってなんだ？狂キメラいるんすか？壁の向こう側ってこと？とりあえずこの辺にはないぞ。ない。ということだから、あの辺か？いや、ないな。あ、これ？これっすか。高濃度のマスを帯びた結晶がある。バリアのエネルギー源となっているようだ。なるほど、オッケー。もうなんか見た目からして違うじゃん。はい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 。これね、オッケー。このマソの結晶を破壊しますか。ほい。そんな簡単に破壊できる場所に置いておくなよ。エネルギーバリアの要となっていたマソの結晶を一つ破壊した。バリアのエネルギーが少し低下したようだ。もしやこれ、一個だけじゃないとかそういうことがあったりしますか。向こうにもある？あの辺とか、どうなの？どうなのよ。っぽいね。高濃度のマスを帯びた結晶。あれ、さっきまであんなじわじわじわってなってなかったことない？気のせいかな。はい。このマスの結晶を破壊しますか。はい。エネルギーバリアの要となっていたマスの結晶を一つ破壊した。バリアのエネルギーが弱まっている。もう少しで消滅させられそうだ。あれ、まだある？嘘だ。どれだよ。ちょっと待って。ないっすけど。ん？どこだ？二つ破壊して、上とかにも別にないよね。どういうこと？どういうことだ？近寄ったらあるとか、そういうこともないよな。ないんですけど。もう直接調べた方が早いとかそういうこと？どうよ。いや、何もできないね。何にもできないで。君邪魔だから。これ、別に何もない。なんだ、どうすればいいんだ。あとどれだ？その辺のモンスターは関係ない。あれは？こっちにもある。これは、いや、関係ないな。あれ？下に降りるけど、これ。さすがに下には降りないよな。降りるの？ちょっと待ってね。行ってくる。なんか降りて正解だったかもしれない。あれ何？なんかあったね、今。
見えない対象の姿、うわ見えない敵とかいたし、マジか、そういうのよろしくないよ、何やってんの。とりあえずこっち側のは全部大丈夫。あ、これ空からなら大丈夫なん？ん？これは？見えない対象の姿、うわ、いっぱいいるじゃないか。怖い怖い、こういう奴らがなんかいきなり現れたりとかするんでしょ。ひえー、ほんとひえーだわ。あとは？ないよ。ないよー。この辺とかもう全然ないし。どこ？なんかこの中宝箱ある。エルフの飲み薬を手に入れた。イエーイ。ん？てかこの辺の、あの辺のは大丈夫だったのか？全然普通にくぐってきたけど。そしてさ、もうないんだけど。うわ、ぶつかったー。てか来たー。めっちゃ鳴ったブザー。やべえやべえ。最後の一個がない。最後の一個って決まってないけど。でもとりあえず、バリア弱まったわけじゃん。多分もう一個でいけるんじゃないかなと勝手に予想してんだけど。それがないんだけど。この辺何もなさそうやしね。もう一回戻ってみる？もう一回戻ったらなんかあるかもしれない。謎だ。ちょっと待ってね、戻るから。そんなとこでピコーンって言ったってね。おぉ、ピコーンって言ったって空にいるんだから無駄だって言おうと思ったのに、持たなかった。耐久力。頑張れ頑張れ。余裕で倒せるから。あと一個、多分同じエリアにあると思うんやけどな。ね、そんな遠くまで行く感じはせんのだけど、でもないんだよ。なんか知らんがないんだよ。お、カチコチくるみを手に入れた。もう一回戻ってみるけどさ、こっちでしょ？はい、触れない。触れちゃダメ。んで、こっちだよね。ないし、この辺。はい、見えない対象の姿。よくないって、そういうの。センサートラップ。張り巡らされたレーザーセンサー。触れるとモンスターたちの警戒が強まる。うわ、めっちゃ近っ。見えない対象の姿を捉えました。ほら、みんな超いるじゃん。あれ？でもこの見えないモンスターたちはなんだ？こっちを襲っても来ないの？ないなぁ。上の方、別にないでしょ？この辺超光っとるけど別に特に。ない。ないんだよねー。この辺も、ないんだよねー。どうなのよ。どうなのよ。ちょっと君突っかかってこないでくれるかな。マジでマジで。これもしかしてもう行けるとかそういうことは。そういうことは、いやないっすね。あ、行ける。強力なエネルギーバリアによってフロアの入り口に弾き出されてしまった。バリアを消すために要となっている魔素の結晶をリアクターで探し破壊しよう。いやだからね、破壊したいとは思ってるんだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。